12月28日より12月31日放送の第74回 NHK 紅白歌合戦 NHK 総合以下紅白リハーサルが行われている。出場アーティストたちの会見とリハーサルの模様をお伝えする。Perfume は2010年リリースの楽曲 Fake IT を披露する。16回連続出場となる感想を聞かれると、何度聞いても驚きますね。連続で出させていただいているので、みんなが今年も出るの？って聞いてくれるんですけど、いつもわからないよって言うんです。今回も出ることができて光栄です。とのっち、あーちゃんは事務所の人が福山雅治さんと同じ出場回数になったと言っていて驚いたね。あんなに大物の方と回数が同じになる時が来るなんてと感激の様子。ライブ定番曲でもあるフェイク IT 音合わせの様子は非公開となったが、かしゆかが今までの私たちのフェイク IT を知っている人だったら、おお、となる演出になっていますと期待を煽り、あーちゃんも今までのライブで培ったみんなとの知り合いを紅白さんで爆発で来たらと意気込んだ。大泉洋、歌手としての出場は初となる大泉洋は、玉置浩二がプロデュースを手掛けた、あの空に立つ塔のようにを歌唱する。2020年から3年連続で司会を務めてきた大泉は、歌手としての出演について、緊張感が違いますねと語る。会う人みんな、紅白で歌うのは緊張するって言ってくるんです。石川さゆりさんとか、福山雅治さんとか、恐ろしい勢いでプレッシャーをかけてきますと、福山雅治の声真似も交えながら、緊張を感じさせない受け答えで笑いを誘う。新曲の発表やミュージカル映画、Sing for Me、ライル、吹き替え版での歌唱、リサイタルツアー、生誕50周年記念、大泉洋リサイタルの開催などがあった2023年を振り返り、今年1年の感じについて、ズバリ、歌ですと力強く宣言した。ミスターズ、グリーンアップル、ダンスホールを歌唱するミスターズ。グリーンアップルは、今年が初出場。デビュー時から夢として掲げてきた舞台の本番を間近に控え、ドキドキですね。年末だなと思うと同時に、これまで悔しい思いをしてきた年末もあったので、それを思い出したりしますと、大森元気、VO。結成10周年となる今年はアリーナツアー、ノアの箱舟に加え、初のドーム公演、アトランティスの開催など、これまで以上の飛躍を遂げたミスターズ、グリーンアップル。2024年に向けて大森は、まず自分たちが楽しんで、自信を持って胸を張ってというのは変わらず、いろんな楽しいことを考えて、いろんな人に会いに行けたらと展望を語った。ストレイキッズ、今年初出場となるストレイキッズ。バングちゃん、バンちゃんは、今年が初めての出演になるので緊張していますし、光栄に思います。ベストを尽くしたいですと意気込む。歌唱する、ケース143、ジャパニーズバー、はラブソングだが、I、N、I やによると、ラブソングとは、I反する、シックな衣装を準備していますとのこと。今朝日本に到着したばかりの彼らは到着するなり、オムライスと辛口の味噌ラーメンを食べたようで、程よい辛さのラーメンで神メニューだと思いましたと、SEUNGMIN、スンミンが感想を語り、メンバーもエビをこぼしていた。彼らはグループとしてのパフォーマンスの他に、特別企画、ディズニー100周年スペシャルメドレーにも参加。バンヌちゃんは、皆さんの願いを叶えられるようなステージを準備していますと話した。坂本冬美、35回目の出演となる坂本冬美は、9回目となる、夜桜お七を披露する。今年は BE、ファーストと JO1 から8人のメンバーが選ばれ、ダンサーとして参加。楽曲にはダンサブルなアレンジが施され、新たな雰囲気を獲得している。リハーサルを終え、今をときめくイケメンの皆さんにリハーサルからキレキレのダンスを踊っていただいて、さっきの数分間で3年は寿命が伸びたと思いますと微笑んだ。さらに、リハーサルの合間に年齢を聞いたら、17歳の方もいらっしゃったんです。夜桜お七は発売してから27、8年経っているんです。夜桜お七よりも若い方とパフォーマンスをするんだなと思いましたねと感慨深げに口にした。MISAMO TWICE のみな、さな、ももの3人からなる MISAMO。MISAMO としては初出場となる彼女たちは、Do Not Touch を披露する。TWICE では明るくて楽しい曲を披露することが多かったのですが、今回は大人っぽいステージをお届けできると思いますとも。
本日12月29日に誕生日を迎えたサナは、昨日は福岡でライブだったんですけど、そこでもファンの皆さんとメンバーにお祝いしていただき、今日はこうしてリハーサルをして、31日に日本の皆さんにステージが見せられるのが楽しみですと連日の活動の喜びを口にする。さらに、来年は日産スタジアムでのライブが決まっているので、その準備を頑張りたいと思います。健康と幸せを第一にしていきたいと来年に向けた意気込みも語った。三山ひろし、けん玉と共に取材会場に登場した三山ひろし。9回目の出演となる今回は、どんこ坂第7回、けん玉世界記録への道を披露する。近年恒例となったけん玉世界記録への挑戦について、今回40名ほどニューフェイスが増えているんです。初めての緊張感もあると思うのですが、猛者揃いなので自分のメンタルとの勝負になると思いますと語る。今年15周年を迎えた三山は、NHK 連続テレビ小説、らんまん、NHK 総合への出演や、第44回松尾芸能賞、獲得など、多方面で飛躍を遂げた。けん玉でも30年以上行われている大会で初のタイトルを獲得し、継続は力なりを実感したという。そんな一年を振り返り、メモリアルな15周年を過ごすことができました。あとはこの年末の大仕事をこなすのみですと口にした。北に立つや、テレビアニメ、呪術廻戦、TBS 系の第2期、懐玉玉織、オープニングテーマとして大ヒットを遂げた、青の住処を披露する北に立つや、会う人皆さんがおめでとうと言ってくれるので、その度にプレッシャーで胃が痛くなっています。昨日高校の同窓会があったのですが、恩師にも言っていただいたので胃がキリキリしていますねと初の紅白を控えプレッシャーを感じている様子。今まで大晦日なんて家でゴロゴロするに決まっていたので、初めて休めないんだなって噛み締めています。忙しいのはありがたいことだなと、と喜びを口にした。年の初めが昔に感じられるほど、いろんなことがあったと一年を振り返ると、今30歳手前なんですけど、そこで人生のステップが上がることってあるんだって思って、人生楽しい。って思いますと笑みを見せた。石川さゆり、46回目の出演となる石川さゆり。今年は、紅白歌合戦が元に戻ってきたという活気を皆さんに届けたいという思いがあります。でも本当に世界が全てが明るい色になっているのだろうかとも思っていて、どんな人でも歌は平等に楽しめるものでありたい。幸せでありたいという思いが届くように歌唱したいと思いますとステージに向けた思いを語る。今年は映画、パーフェクトデイズへの出演、ドラマ、こたつがない家、日本テレビ系、主題歌、ダメ男数え歌、担当や、KREVA や亀田誠二と共に制作した、愛されるために君は生まれたの配信限定リリースなど、精力的に活動した石川。そんな一年を振り返るとともに、コロナ禍が終わったわけじゃないのに街中が解放されていて本当にこれでいいのかと思ったり、自分の幸せについても歌についても考えることをした一年でしたと語り、今年の漢字に考えをあげた。あいみょん、5回目の出演となるあいみょんは、NHK 連続テレビ小説、らんまんの主題歌、愛の花を披露する。毎年ありがたいと思うと4年連続出演の喜びをかみじめたあいみょんは、今年は朝ドラを背負って、というとおこがましいですが、そんな気持ちなので、らんまんを楽しんで見てくださっていた皆さんにも届けられるように歌いたいですと口にする。朝ドラの主題歌を手掛けたことで半年間自分の楽曲が朝を彩る生活をしたあいみょんは、その時期を振り返って、一生に一度だと思っているので、最初で最後の朝ドラ主題歌が、らんまんでよかったと本当に思いますと話した。今年自身最多となる40本にわたるツアー、マジカルバスルームツアーを行ったあいみょんは、今年1年を象徴する感じとして、湯をあげると、お風呂にかけて、紅白に沸かせたいですと笑顔で意気込んだ。桜坂46、3度目の出演となる桜坂46は、スタートオーバーを披露する。同楽曲でセンターを務める藤吉夏鈴は、スタートオーバー。今年の桜坂に大きな影響を与えてくれた楽曲とし、グループにとってもチームの皆さんにとっても前に進めるきっかけになった曲なので、楽曲に感謝しながらパフォーマンスで来たらと意気込みを口にした。卒業前最後の紅白、出演となる1期生の小林優衣は、緊張感や年末のお祭り感が好きで楽しかったので、
メンバーとお世話になった皆さんと楽しんで終わりたいと話す。キャプテンの松田里奈は今年一年を象徴する漢字に、飛びを選び、今年は新鮮なことが多かった分、来年はプレッシャーでもあるのですが、そんな中でもファンの方に楽しんでいただけるものを届けて恩返しできるような一年にしたいと来年への意欲を語った。鈴木雅之、4年連続出演となる鈴木雅之派、恵みの人を披露する。番組序盤のパフォーマンスということで、多くの出演者がステージ上にいる状態で賑やかに披露されるという、紅白という名のパレードの先陣を切るような気持ちでみんなと一緒に盛り上げられたらと話す鈴木は、とりわけ JO1 が鈴木の前で踊ることを楽しみにしている様子。中でも連絡先を交換している河野純喜とは互いにエールを送り合ったという。春から全国ツアーを回っていた鈴木は、ライブの規制が完全に分かれた際の喜びについて、ライブってこうじゃないとと思えたと語り、その思いを紅白で全国の皆さんにぶつけることができればとステージへの思いを口にした。ファーストは昨年に続き2度目の出演となる。昨年よりもリラックスしているように見えるという感想が取材陣から出ると、チームでいる月日も伸びましたし、チームワークも強くなってきたので、7人でいると自信があるというか、安心できるんです。そういうところが出ているのかもしれないと LEO。今回のステージでは、ブームブームバックを披露するが、今回だけの特別なパフォーマンスになっているので、衝撃を与えられると思います。RYUHEI、躍動感も楽しみにしていただけたら、RYOKI、ブンっては、って感じ、LEO と各々の口から飛び出すキーワードにも期待が高まる。藤井フミヤ、26年ぶり6回目の出演となる藤井フミヤは、トゥルーラブを歌唱する。12月31日は武道館でカウントダウンライブをやっていたので、二度と声がかからないのだと勝手に決めつけていました。でもいろんな人からおめでとうと連絡が来るので、紅白ってすごいなって、久々にワクワクしていますと40周年のタイミングでの紅白、出演に胸を高鳴らせる。さらに藤井は有吉弘行と猿岩石、白い雲のようにをコラボすることも決定している。曲名とかけて、大きな雲になったなと思いますよ。だって、紅白の司会ですからねと感慨深げな様子を見せた。マイリット4度目の出演となるマイリットは、MAN with A Mission と共にテレビアニメ、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編、東京 MX のエンディング、主題歌、恋焦がれ、オープニング主題歌、絆の奇跡の2曲を披露する。以前より、楽曲の提供を受けるなど MAN with A Mission との絆が深まっているというマイリット。一人でのパフォーマンスではないことについて、心強いですと快活に口にする。今年1年を振り返り、世界が変わったような1年でした。今年初めてライブでお客さんの声が聞けるようになって、海外でも歌えて、来年でデビュー5周年なんですけど、ようやく新しいラインに立てた気がしますと語った。10フィート初出場となる10フィートは映画、ザ・ファースト・スラムダンクの主題歌である、第0巻を披露する。パフォーマンスについて、バスケットボールの躍動感やスピード感を演出で、キタラとタクマ、VO/GT。この1年、56カ所を回るツアー、10マイナスフィート、コリンズ、ツアー2023を開催するなど、全国を巡っていた10フィートは、今年の漢字に、走りをチョイス。タクマは、普段、演奏でも走りがちなんです。20年以上やっているのに未だに治らない、笑い。紅白では走らないように、一生懸命昨日から連絡を取り合って走らないようにしようと言い合っていますと明かした。